今日はちょっとまず憲法の話題を私したいと思っているんです。憲法の改正ですね。憲法の改正っていうのは皆さん非常に関心があると思うんですけども、その改正する憲法の元ですね、今の憲法ですね、憲法をどう考えるかっていうのは意外とあんまり考えられていないっていうのがあって、その一環でやっぱり無効論とか、占領押し付け憲法だから無効だとか、そういった話が出てきてるんですけども、憲法論と憲法学とはまたちょっと若干違うところがありまして、例えば大日本帝国憲法は天皇主権の憲法で、今の日本国憲法は国民主権の憲法、天皇主権から国民主権に変わったと、こういう話って聞かれたことありますあか？ります。まあ、ありま典すか？型的な。どう思われます？わかりませんけど憲ね。法学上は実はイデオロギーではないんですよ。例えば戦前の明治憲法の体制はもう立憲君主制です。だから天皇主権ではないというこうおっしゃられる方も結構いるんですよ。それははっきり言って憲法学上全く憲法学の分かっていないということなんです。要するに天皇主権っていうのは天皇が絶大な政治的権力を持ってるから天皇主権じゃないんですよ。要するに立憲君主政治でも、要するに憲法のもとに天皇や政治があると、立憲君主政治でも天皇主権も国民主権も両方あるんですよ。要するにその立憲君主制をという体制を、その国政を最終的に決定しているのが天皇なのか、もしくはその立憲君主制の体制を最終的に決定しているのが国民か、それが憲法学でいう天皇主権か国民主権かという話なんです。天なるほ皇ど。が絶大な権力を振るって好きにできるといじう、そうゃあ、いうイメージではないんですそれか？は要するに絶対王政とかそういう話なんですけど、立憲君主制であっても、その立憲君主制を最終的にその仕組みを誰が決めてるのかっていうのは、天皇であれば天皇主権だという、それが憲法学上の議論なんです。例えば戦前に天皇機関説論争ってありますよね。その時に美濃部の天皇機関説と一方天皇主権説っていうのがあって、その論争で学説上は美濃部の天皇機関説が学説上はまあ勝ってるんですけども、だから戦前は天皇主権じゃないんだよって言ったらこれ間違いなんです。美濃部の天皇主権っていうのを前提にして、天皇は憲法を超越しないと、あくまで憲法のもとに立憲政治があるっていう、そういう主張ですので、美濃部の天皇主権っていうのを大本はね。ですから、それが今の憲法は国民主権の憲法に変わったということで。